サンプル届きました。向こうから声かけていただいて、どうもっつってこうやられたマジできつかったら正直サンプルやり直しあります。こちらです。どうも、よしです。カナフトです。お願いします。お願いします。服作り大変やな大変やね。打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせですね。本当に連続刺繍の糸の色、まだ太い細いのありますけど、これもねちょっと業者の方にもお借りしたんで、うん、こういうね、何色ぐらいあるんや。これはこれ繋がってんだ。何色あるんや。もうめっちゃくちゃある。まだあるよ。一回試しに生地に塗っていただけるみたいなことでしたもんね。うん、うん、じゃあ何個か試しよう。あ、こっちも捨てがたいよ。蛍光に近いのもあるしな。うん、というわけで一旦業者さんを待ちましょう。はい、この太いやつでやって、うん、感じ見てみたいな。まあ刺繍のねサムネイルハーフジップスウェット制作過程。今回は何が届いてるんですか。選んだ糸で、うん、ちょっと試しにスウェットっぽい生地に刺繍も全部打ち込んでもらったっていう、うん、次も実際にスウェットに全部サンプル作ってもらうっていう。時間かかったね、言うて。まあそうですね。代官山の生地展示会行って、はい、ボディ見に行ったのが結構前に感じるもんな。確かに、ね、こちらです。あー、それのまんま太くしたやつがこっちです。うーん、点々荒いな。なんかチャチくない？もっとサイズ大きくてよくない？まあそうですね、思ったよりは小さかったなと思いましたね。うん、もうちょっと大きいイメージやったな。うん、表より刺繍の逆面の方がデザイン性ある感じせん。はいはい、裏面使うっていうのどう？15は行き過ぎか。僕はなんかもう少し大きいかと思います。そうよな。まあ、僕たちが10の7って言ったんであれなんですけど。そんな三笘みたいな髪型してた？めちゃくちゃ右側でもこれで出すの嫌じゃない？もうちょい太くしたいよね、正直。ちょっとイメージと違いました。もう一回、金かかるけどもう一回、もうちょっと練ります。はい、ちくしょう。糸の色とかも再調整しつつ、うんうん、サイズとかもちょっと変えて。あ、そうだ、大きくしたんだ。はい、サンプル届いたんですよね。そうなんです。はい、めちゃくちゃ楽しみやねんけど、はい、どう？いや、結構良かったっす。はい、良かった。なんかその刺繍が安っぽいんじゃないかっていうところがすごいあって、うんうん、そこはもうなんか全然見栄え違うなっていう感じです。はい、早く欲しいわ。もう今寒いから。4月の頭まで寒いらしいよ。俺グレー結構着てんのよな、あのスウェット。俺着てる人見てん、街中で。え、マジか。めちゃくちゃ嬉しかったオーラリーのコートに合わせてはって、女の子やってんけど、向こうから声かけていただいて、あっつって、へ、どうもっつって、でこうやられた。いやいやいや、こういうなるほどなるほど。で、え、なんですか？さ、いきなりこうやってコートをボタンこうやってやられて、うわぁ来てくれてんの。キャトルズから入ったらしいよ。キャトルズを知ってて、なるほど、その流れでこのチャンネルたどり着いて見て、あ、いいやんつって買ったっつって。表参道のあなたぜひ買ってください。さあ行きましょう。じゃあグレーからいきますか。うん、これだからマジできつかったら正直もう一回サンプルやり直しあります。こちらです。めっちゃええやん。いいっすよね。めっちゃええやん。え、来ていい？めちゃくちゃいいやん。はい、これめっちゃええな。うわ、よかった。タイミあります。着丈もだいたい60オーバーが65ぐらい、うん、これがまず見切り、ヤードセールの時にこんだけ出品しますって時のサムネですね。で、これ山本さんで僕、ね、あ、これ山本さんにそういえば言いました？言ってないですね。言ってへん山本さんのとこ持ってきましょう。持っていこう伝説の金見くんの学生時代のクソダサ木のネクタイいや、ダサくはない。いや、これね、木のネクタイダサいの分かるけど、この手一番ダサいこれダッセーねんな。で、爆笑の2人。なんかね、このギジギジっていうのがいいよ。このギジ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 ってなってる感じ、ちょっと下手っぽい。で、これ点点点じゃなくて1回塗ってもう1回塗ってもらってるのよね、うんうんうん、時間かかってるよこれ。二重にしてるから。俺が一番好きなこのサムネ、楽屋探訪一発目、うんうんうん、
これいいよな。本人に持ってきたいですね。そうやな、全員来てくれるかな。このスウェットもね、いいやつです。裏起毛です。分厚いです。だからめっちゃあったかいです、うんうん、タオル時間迷ったんですけども、時期的にも裏起毛やなと思って裏起毛にしました、うんうん、これが小さいサイズ、僕らの M ですね。はい、 M がこれです。 171cm61kg、吉井カナメクトの、スウェットの M です。まあジャストめというか、うん、ちょっとゆったりめでも着れる。女の子が着たらもっとゆったりできるかな。男の子やったら結構ジャストめ。こっからここ何センチにするかでめちゃくちゃやったもんな。そうですね、紙貼ってとか、はいはいはい、こことこことここのここの空白どうするっつって、うん、あんまりこっち行き過ぎたら見えへんけど、うんうんうん、なんかからあるやんぐらいにするか、あ、刺繍入ってるやんみたいな感じにするか。黒どうですかね。黒はこちらです。お、いいやん。あ、いいやん。あ、ギジギジ具合分かりやすいやん。この感じ、点々じゃなくてこのギジギジの感じが良かったよな、うんうん、これ。あんまり綺麗な刺繍やったらプリントに見えちゃうんですよね。でもこれは刺繍ですよを出したかったんですよね。これが大きめのサイズの方ですね、はい、なんかこっちの方が腕溜まっててゆったりしてて、はい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 、この着方でもいいかなって思うけど、ほとんどの女性が買うんやったら小さいサイズでいい感じするけどね、うんうんうん、これ糸がちょっとグレーなんですよね、銀というか、うんうんうん、グレーっぽいんですけど見た感じ白に見えると思います。これもう濃い青、黒に見えるけど濃い、うんうん、もう紺。好みにもよりますけど、うん、ちょっと大きめがいいっていう人は吉井さんの体型でも、まあ、こっちでもまあいいかもしれないですね、うん、180で、はい、ちょっと肩幅が広めで、うん、この感じです、まあ、僕はまあ絶対こっち大きい方かな。やっぱさ、ここのさ首元、この、はい、ここに今ちょっとあのさらっと着てるけど、中になんか白シャツとか、あの白ロンティーとか、うんうん、グレーロンティーとか入れたいよな、うんうん、ちょっと中のもともと着てたやつもう一回着たんですけど、うん、入れた方がいい感じするね。結構分厚めなんですけど、まあ入れても、うん、分厚め入れても全然着れる。はい、あ、いいっすね。いや、いいよ。いいっすね。マジでいい。僕らの財力考えたら、うん、そんな数作れません。これだけ言わせてください。一応受注、受注に今回ちょっと初めてやってみようかなって感じですね、うん、初挑戦して、はい、まあマックスの数もう何着ぐらい、だからスウェットよりも数はちょっと2色は同じぐらいか言うて、まあ、スウェット受注とはいえ多分ある程度数に限りはあるか、うんうん、そうですね、人数が多い場合はすごい届くのが遅くなっちゃう人もいるかもとかっていう、うん、詳細はまたちょっと値段と期間っていうのはまたあれですね、うんうん、あとあれですもんね、写真撮んなきゃいけないですね。モデルは、鈴木か。専属鈴木やの専属モデル。もう買って知ってくれてるし、うん、俺らの買って分かってくれてで、あとはもうだから前回パルコさん、はい、パルコの屋上で撮ったやんか、うんうんうん、確かに、どこで撮りますかね。見切りで撮りますか、ね、見切り見切りなんで見切りか、あ、まあそうか、それは伝えるし、見切りでロック撮る、なんだろう、服に囲まれて写真撮るとなんか分かりやすくて良さそうかなと思って。ああ、そうね、男のモデルは俺らでいいやんか。はい、はい、あ、山本さんとかにする、それか。あ、山本さんイケメンだしスタイルいいし、うん、まあいいっす、ね、山本さんにモデルお願いして、はい、まあ俺らのショットも撮りつつ、で、鈴木、山本さんと鈴木さんで2人で並んで、そう、でも山本さんの奥さんまでも、ね、おお、まあなんかそういういろんな人撮るのもいいと思いますけどね。そうね、いろんな人になんか出てもらった人にお願いする、はい、うんうん、訪問して勝手に写真もそのまでお願いして、うん、ちょっとだからルックを撮りまして、はい、でそれをちょっとまた動画に載せて、はい、その時にもう価格結構するかな。1万後半は行きたくないな。1万後半なんか俺絶対嫌やで。それはちゃうよ、はい、まあだからあの発想とか、うんうんうん、業者さんとかに頼んだら高いやんか、はい、だからもうそこは俺らが一着一着もう手で送ろう。モデル鈴木と一緒になんか撮ってるやつで、はい、受注販売開始の動画になると思います、というわけでご視聴ありがとうございました。
queens of the party. Working hard, yeah, we're run thing. If you wanna be with us, then say da da da.